皆さんこんにちは、こんばんは、ラップ TV です。驚愕スクープ特番に、月のクレーター中心部に発見された謎の構造物2000、また新しく軽視がクレーターの中心部にあるこの不思議な連結構造物を発見しましたので、今日はまあ速報として第2弾でお送りしたいと思います。それでは写真の方からどうぞ。こちらがその1となります。 Google ムーンのこのやや赤道よりやや下の部分のこのクレーターで発見しました。そしてこれがその1ですね、横方向から見たところ。そしてこれがそのクレーター、そのクレーターのやや中央部にあるこの滑走路のような、まあ、地下入り口が閉ざされたような場所の左右両側に、また今回も割と短めの連結構造物が左右にあるのが確認できます。そしてそのそばに、なんとあのイギリスのストーンヘンジのような並び方をした、まあ、ビルのような高いこういう、まあ、石のようなビルのような影がはっきり映り込んでいる場所がここにあります。この2線を詳しく見ていきます。これがその位置です。この黄色いピンの位置ですね。そしてこれがまあ、ケイシが発見して送ってくれたものです。第1弾で、まあ、月面の連結構造物を投稿しておりますが、あれを見てまたあの辺を周辺を探したところ、ケイシがまた発見してクレーターの中央にある連結構造物、同じ酷似したものを送ってくれたものとなりますので、今日それを紹介するために、まあ、速報でお送りしております。これがまたまた見つかったものです。これは果たして何なのでしょうか。このちょうど滑走路みたいな入り口のこの部分にドーム状のものが左右対称に並んでます。こちらの方は左側から来るとこちらの部分が広く開いております。向こう側の部分から来るとこれはこちら別の左側部分に寄っている、あのこの何かドーム状のまあ球体の半球体のものがあるというものですね。左右入り口部分にあります。そして何か滑走路のように平らな部分、そしていつものようにこのような構造物が横に見えております。はい、果たしてこれは何でしょう。これが引いたところですね。実際に Google 文で見ることができますので、この座標をいつものように貼っときます。そしてこれの左下にある先ほどのイギリスのストーンヘンジのような並び方をしたビル群もお見せ、その貼っときますので、ぜひ見てみてください。今日はショート版でお送りしますので短いですが、ぜひこれ緊急特番で第2弾でお送りしているこの火星じゃなくて月のまあクレーターのど真ん中にあるこの滑走路のようなものは何なのでしょうか。第1弾に続き、今回このクレーターを横でから見たところの写真を見るとこんな感じに、まあ、平らではないですが、ちょうどその隆起凹凸の部分を少しこう乗り上げていったみたいな構造物がはっきりとこのすり鉢状の割と浅めのクレーターの中心部にあるということがわかると思います。その目で皆さんぜひ Google ムーン立ち上げて見てみてください。これが横から見たとこです。ちょうどこれがクレーターの中心部よりやや右側、この部分にある、まあ、入り口とも、まあ、滑走路のようなものだと思われるものがまたまた映り込んだ、これが、まあ、驚愕の写真となります。はい、これですね。そしてこれがその左下方向で見つけた、これは私が見つけたものです。その周りを調べていたら不思議なものがありました。こういった感じで、まあ、ビルのような、まあ、構造物がはっきりと垂直に立っているのがわかると思います。拡大するとこの辺にも構造物があるように見えます。ぜひこの座標も貼っときますので皆さん見てみてください。これが縦方向から見たところの月の写真となります。そしてこれが拡大写真、そしてこれが引いたところです。そして横方向、そしてこれですね、最大まで拡大した構造物、ここに入り口のようなものがあります。果たしてこういったものは月のまあ表面のクレーターとかそういったところに数々存在していることが分かったということで、果たしてこれはそのまあ衛星写真のバグなのでしょうか、それとも実際に存在しているものなのでしょうか。
そしてこれがその座標位置ですね。これがまあケイシが送ってくれた写真を今お見せしております。さらに鮮明にしたところです。これです。どうでしょうか。前の方向から流すとこんな感じに見えます。はい、こういった感じの、まあ、またまた見つかった、これがその実際の、まあ、映像となります。今日はこういった感じで速報でね、またこのクレーターの部分に見つかりましたので皆さんにご紹介しました。このまとめた動画見ながら終わりたいと思います。今日はあの第2弾としてまたケイシが見つかった、見つけたんで、今日はまあ特番として速報でお送りしました。この2つ座標を貼っときますので、ぜひ皆さんのたくさんのコメント推測お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ラピッ TV でした。